英ー,ー、ねえ、英礼ねえ、アテナイア、752年から803年8月9日は、東ローマ帝国、イサウリア王朝の第五代皇帝、在位、797年から802年。同王朝第三代皇帝レオーン四世の皇后で、第四代皇帝コンスタンティノス六世の聖母。ローマ帝国史上初の女帝である。中世ギリシア語読みでは、イリニで、 平和の意である。あだ名の、アテナイアは、アテナイ人の意であり、記事がアテナイであったことによる。A レーネーは、アテナイ出身であったとされる。追い立ちについての資料は残されていないが、テオファネス年代記では、孤児であったと A レーネー自身が、告白したことが記録されている。769年、十六内市十七歳の A レーネーは、皇太子であった。 レオーニ四世の記載となるため、アテナイより、ヒエレア宮殿に入り、コンスタンティノープルへ向かったとされる。レオーニ四世との結婚は、セーステファノス聖堂で行われた。この結婚に際し、アテナイ出身であった彼女は聖画像への数傾を行っていたが、夫となるレオーニ四世は、製造破壊運動、イコノクラスムを進めていたため、製造数傾を行わないよう誓うこととなった。 結婚の翌年である771年1月14日、コンスタンティノス6世を生んだ。775年に、コンスタンティノス5世が、ブルガリア遠征中に死去し、夫のレオン4世が皇帝を継承したことで、エーレネは皇后となった。780年、夫レオン4世が死去したため、このコンスタンティノス6世がわずか9歳で、即位することとなった。 コンスタンティノス5世を崇拝していたレオーオーンのイボ帝たちが後ろ盾として機能する図であったが、レオーン4世の義弟を旗印にクーデターが格索されたことなどから英霊 n が摂政に就任し政治を取り仕切った。しかしコンスタンティノスが長ずるにつれ彼女の意味沿はなくなり、母子の中は徐々に険悪になっていった。790年に一旦は、 コンスタンティノスが実権を掌握したものの、792年のブルガリア遠征の失敗などから人望を失った。797年、エーレネーは軍を動かしてコンスタンティノス6世を捕らえ、実施であるコンスタンティノスの目をくり抜いた上で追放し、同年8月にローマ皇帝史上初の女帝として即位した。しかし、この前例のない即位は帝国政法では戦勝として認められず、 800年には、ローマ教皇レオ三世によって、フランク王国の国王カールが、英霊姉に代わるコンスタンティノス六世の正当な後継者として、ローマ皇帝に退官された。ローマ皇帝として退官されたカールは、自らの称号を認める、要東ローマ帝国へ施設を送った。この交渉で、英霊姉は、自身の女帝即位について、帝国政法での承認を取り付けるべく、 自分とカールとの結婚を提案した。ローマ帝国を統一する、この結婚に、エーレーネーは乗り気であったし、カールの側でも提案を好意的に受け止めたという。しかし、失勢、詳しくは、政策の功を参照の続くエーレーネーの求心力の低下とフランク人への反発により、エーレーネーへの反対勢力が強まり、802年10月31日に、エーレ d n a は財務長官、 ニケフロスの宮廷クーデターによって廃位された。これにより、イサウリアアサは断絶した。この後、ニケフォロスは、ニケフォロス一世として即位し、ニケフォロスアサが始まった。802年11月、a ー n a は、レスボス島へ追放され、翌803年8月9日に死去した。9世紀後半、a ー n a の以外は、歴代の皇帝の墓所とされている。 聖使徒教会へと移された。この後、ギリシア正教の聖人とされている。即位の敬意や女性であることから、帝国政法において、彼女の皇帝称号は戦勝として認められなかった。ローマ教皇レオ三世は、コンスタンティノス六世の範囲によって正当な、ローマ皇帝は耐えた解釈し、英ネ令の即位を無効として、ローマ皇帝は空位の状態にあるとみなした。そして、 800年のサンピエトロ大聖堂でのクリスマスミサの際、フランク王国の国王カールをローマ皇帝として退官した。これによって、ローマ皇帝の唯一の継承者としての東、ローマ皇帝の威信は大きく傷つけられた。また、彼女は帝国の西方に限らず、東方においても必ずしも人望があるわけではなかった。地方の手間は彼女を皇帝と認めず反乱を起こし、 皇帝直属のタグマタですら、彼女には批判的であった。彼らは a 霊 n a の政策を実力で妨害し、彼女を排位したクーデターにも参加していた。a 霊 n a は人望を得るために大幅な減税政策を採用し、教会、修道院への援助、貧民への事前事業などを行ったが、これにより帝国財政の破綻を招いた。さらに混破壊派であった。 テマの長官を廃するなど、異根破壊派に対して徹底的な弾圧を行った、ため、帝国軍の弱体化を招いた。即位の翌年から始まったアッパース朝の小アジア侵攻を許すことになり、帝国領は次第に削られていった。シリア出身のイサウリア王朝の所定は、イコのクラスムを推し進めてきたが、 かつてのギリシャ古典文化の中心地アテネの出身であったエーレーネーは、イコノクラスムーに反対であり、夫を介従して破壊政策を緩和してきた。七百八十四年、コンスタンティノポリス総主教のパブロス四世が引退すると、エーレーネーは後継として、俗人で管理であったタラシオスを次の総主教に据えた。タラシオスは、ローマ教皇のハドリアヌス一世と連絡を取り合い、 787年の第二二回アコ会議を開催した。この公会議では、タラシオスが新公約となり、イコノクラスムを根拠付けた754年のヒエレイ教会会議の決議は無効とされ、イコノクラスムを一端として、宣告、製造数計は公式に認められることとなった。これにより、エレーネはイコンに描かれ、テオドルスにより作られた修道院などでは、 成人として扱われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。